さあ始まりました、ケンマスクッキング。今日のやる料理はちょっと自分かまた今日もがっつり飯やるんですけど、ちょっと考えてきたんで、ちょっとねオムライス好きなんですけど、ちょっとオムライス作るとなると結構なんかチキンライス炒めてで卵もなんか上手にやらないと難しいんで、それはもうちょっとなんとなくこう簡単にこうできないかなみたいな、同じような味なの感じで簡単できないかなと思って考えてきたのがあるんで、それを成功するかどうかわかんないんで、とりあえずやってみます。まあ名前はね、だからそのなんかオムライスとは言えないから、オムレス的なチャンプルってことでオムちゃんライスって決めました、名付けました。じゃあオムちゃんライスの材料こちらです。はい、材料紹介いきます。まずね、ご飯ね、まあ今日もなかったんで砂糖のご飯で、それから卵、ウインナー、ピーマン、玉ねぎ、あとまあ味付けとしてこうデミグラスソース、それからケチャップで、バターに塩コショウですね。はい、以上です。はい、じゃあ早速調理の方行ってみたいと思います。今日はどういうことをやるかというと、まあとりあえず作りながら、ちょっと初めて作るからとりあえず作りながらやってみますね。まず卵ね、卵を3つとりあえず割って準備しておきますね。はい、卵3つね。はい、そしたら材料まずね、野菜からまず、じゃあ玉ねぎね、玉ねぎ、じゃあこれでまあこれ半分だからね、6分の1くらいかな、スライスしました。はい、それからピーマンなんですけど、これなんかテレビで見たらなんかこれこうやってこうグリグリしてからちょっとこう取ると簡単に種取れますよってことなんですね。ほんとだ、ここ結構簡単に取れましたね。で、そしたら、ね、ピーマンを、そうだな、このぐらい、まあ1個入れちゃうかな、残してもしょうがないしね。よいしょ、はい、ピーマン1つね、入れました。よし、そしたらね、ウインナーね、ウインナーを、そうだな、結構ウインナー好きなんでね、いっぱい入れちゃおうかな。どれくらい、いや、ちょっとこのぐらい入れてみか、2、4、6、7本、はい、7本をまあまあなんていうか、こう普通にね、こんな感じで細かく切っていっちゃいます。相当これウインナー多いな。まあいっか、よし、はい。さあ、そしたらまあね、これもね器に入れといて、よし、じゃあそれでこれで下準備は完了となります。さあ、で僕今日何やりたいかというと、まずねチキンライス作ることをね省略していたいんだよね。なんでご飯の上にこのなんか全部混ぜになったこの炒め物をドカンと乗っけて食べる時になんとなくこう通じつもあって、あ、オムライス見ての味だなって、そういうのを一応想像してます。じゃあちょっと調理の方行ってみたいと思います。まずじゃあね、卵をね、さっきのこれ3つだよね、よいしょ、見て、でバターね、バター、そうだね、よいしょ、このぐらい使うかな、バター結構使いますね。まあちょっと細かく、ちょっとどのぐらい使うか別としてちょっと細かくしてね、溶けやすい状態に今しておりますからね。でこれでちょっとやりながら考えます。でバター用意しました。はい、そしたらね、まず火つけて、はい、そしたら
まずね、卵の方を、まあ、ちょっとスクランブルエッグ的な柔らかさで、まずね、これは超半熟っぽい感じで、ちょっとサラダ油入れましたよ。じゃあちょっとここで、まあバターね、バターを入れつつ、はい、で卵入れますね、はい、でこれでここでね、火を完全に入れちゃったら意味ないと思うんですよね。ここでこうバター溶かしながら、もうトロトロのこの半熟の状態で、これはまああのいつも皆さんやるオムレツのあのかっこいいやつの代わりになるんで、このもうトロトロのこのトロトロの状態でこれ移しておきますね。はい、バターのいい香り出てますね。はい、もうトロトロですよ。あの鍋をきれいにしたら改めて火をつけて、まあ中火ぐらいでね。そしたらまたさっきと同じ要領で、今度サラダ油少し、そしたらね、これでまあ普通にね、このウインナーで玉ねぎで、このピーマン、これも入れちゃって、で、これよく炒めますね。よし、はい、したらここでまあ軽いめな本当に薄塩、塩を入れます。はい、したら、ブラックペッパーね、胡椒。で、ここで、そうだな、ちょっとバター1個ずつぐらい入れとく。バター1個入れとく。でね、このデミグラスソースを、とりあえず1杯入れてみます。これ、小さじ1杯。ジャンジャンジャンと、はい、入れましたね。したらね、でまあケチャップだけよりなんかデミグラがたまたまあったんで、このうまく出るかなと思って、でこれで結構この軽い塩味のバター風に、ね、デミグラのコクが入って、そしたらね、これでちょっと濃いめのケチャップで味付けをしてみようかなと思ってますよね。ただね、この量でどうしようかな。とりあえずね、大さじ、3倍ぐらいいっちゃうから。なぜこれご飯と混ぜてちょうどいい設定にしなきゃいけないってことは、少しここ濃いくていいと思うんですよね。よし、これでじゃーん、じゃーん、これでこう少しもうなんかちょっとケチャップ多いなーぐらいの感じがいいんじゃないかなと思ってます。3倍の、はい、これで結構このデミグラのコクと、まあケチャップね、ちょっとここでね、わかんないからちょっととりあえずちょっとだけ味見してみますね。すごいケチャップが濃いでね、このぐらい、もうこれで食べたらしょっぱいぐらいの濃さじゃないと多分丼として成り立たないんじゃないかな。これ卵も味ついてないんでね。でここまで来たら玉ねぎくたんとして、かなり濃いめのケチャップ味ですね。そしたらここでもうご飯用意しますね。はい、そしたらここでご飯をこう用意しておいとくね。そしたらこの濃いめのこのケチャップ味のこれに、こいつをね、このさ最初に作ったスクランブルエッグ的なやつをもう火止めちゃってからでいいと思うんですけど、こう入れる。でもうこのまんま少しこうチャンプルチャンプルチャンプルして、
で、これをご飯にぶっかけちゃったら最終的にいいんじゃないかなという作戦です。ほい、じゃじゃーん。これはもう卵全くさっきのねトロトロの状態で止めてやるから、卵はもうトロトロですよ。で、濃い味のケチャップね、じゃじゃーん、こういう感じで、はい、じゃあこれで今日の、まあ、創作の丼ね、まあ名前つけたんだけど、オムチャンライス完成です。はい、じゃあ早速食べてみたいと思います。わあ、うまそう。もう見た目はなんかものすごい美味しそうですよね。さあこれで、まあ、一応予定通りにオムライスみたいな味になっているかと思われる。じゃあいただきます。じゃじゃーん、この半熟トロトロ卵ウインナーのケチャップだよね。これをご飯と混ぜたら、まあまあ混ぜながら食べればオムライス的な味になるんじゃないかなという想像。うん、うまい。あ、もはや予想通りというか、まあやっぱり本当のオムライスとは違う、あの炒めてないからご飯を、だけど簡単にこうオムライス的な味になりましたね。ただこれをこうちょっと、うん、本当味の味はねいいよこれ。よし、いただきます。うん、うん、そうか、ちょっと待ってね。やっぱりね、あれだけね味強めに入れたつもりだったんですけど、あのやっぱり卵と、まあ、ご飯味ついてない分少しねケチャップやっぱもうちょっと足してもいいくらいなんだな。これだとこういう感じで最後飾ってもいいかもね。まあちょっとあれですけど、こういう仕上がりにしても綺麗でいいかなと思います。これぐらいね最後かけちゃっても全然味はバランス的にはいいですね。いただきます。うん、 OK、 決まりました。この感じで最後ケチャップこういう風にかけちゃってもこのぐらいもう結構強いように思ったけど全然これくらいで OK です、うん、今日のまあ、創作のこの丼、オムチャンライス大成功です、ご視聴ありがとうございました。ですね、あと、この、僕のチャンネル見て美味しそうだなとか、なんかやってみたいなとか面白かったなって思ったらぜひとも、チャンネル登録をお願いします。それと、まあ、できたらよかったなと思ったらグッドマークとか、あとなコメントなんかいただけたらな、とってもなんか自分やる気出てもっとやるぞって、もっと美味しいもの作ってやるぞって思うので、ぜひご協力お願いします。今日もご視聴ありがとうございました。